日本での交通機関の利用方法についてお話ししていきましょう動画をご覧になって何か質問や感想がありましたら是非日本語でコメント欄にお書きくださいコメントをすることで日本語の勉強にもつながりますのでトライしてみましょう 一つ目にご紹介する移動手段はタクシーです。タクシーを利用するためには、まずはタクシーを見つけましょう。タクシーは道路上のあらゆる場所を走行しており、街中や観光地周辺など交通量の多い場所で見つけることができます。また、空港や 駅などでは、タクシーが待っている場所もあります。タクシーが空車である場合は、ルーフの明かりが点灯しているか、車の表示板に、空車という文字が見えます。空車のタクシーを見つけたら、手を上げ、止まってもらいます。運転手に行き先を伝え、トランクに荷物を乗せてから乗車します。 タクシーに乗る人数が一人か二人の場合は後部座席に乗ることが多いです。三人の場合は助手席にも乗りましょう。タクシーが動き始めたら運転手はタクシーメーターを起動し、料金の計算を始めます。料金は距離と時間に応じて変動し、 深夜料金や高速道路利用料なども加算される場合があります。目的地に到着したら料金を支払いましょう。現金で支払うことが一般的でしたが最近はクレジットカードや交通系 IC カードでの支払いも可能となってきています。料金を支払った後は トランクから荷物を降ろしタクシーを降ります忘れ物がないかを確認し運転手にお礼を伝えましょうタクシーは日本の交通手段の一つとして移動がスムーズで便利な乗り物ですほとんどの場合は目的地のすぐ近くまで連れて行ってもらうことができますただし 交通事情や混雑状況によってはタクシー代が高くなることもあるので注意が必要です。二つ目にご紹介する移動手段は路線バスです。まずはバス停を探しましょう。路線バスは市街地や観光地周辺などに設置されたバス停から乗車します。 バス停にはバスの時刻表や行き先が記載されているので自分の目的地と合っているか確認しましょう。乗りたいバスの路線と時間を確認できたらバスの到着を待ちます。バスが到着したらバスの正面上部や側面に表示されている行き先をもう一度確認しましょう。 わからない場合は近くにいる人やバスの運転手さんに聞いてみてください。きっと丁寧に教えてくれるはずです。バスが到着しドアが開いたらバスに乗車します。基本的にバスの前方のドアは降りる人専用でバスの中央のドアが乗る人専用です。 乗車したら、乗り口で、整理券という番号が記載された小さな紙を取りましょう。または、交通系 IC カードやスマートフォンアプリを持っている場合は、乗り口にある機械にタッチしましょう。バスに乗車したら、目的地まで移動します。移動中の景色を楽しみましょう。 そして、バス車内前方に降りたいバス停が表示され、アナウンスが流れたら、車内に設置されている降車ボタンを押しましょう。止まります、とアナウンスが流れます。目的地にバスが到着したら、席を立ち、バス車内の前方へ進み、料金を支払います。 現金で支払う場合は、整理券に記載されている番号とバス車内前方のモニターの番号で運賃を確認します。そして、運転席の隣にある運賃箱にちょうどの金額を入れてください。ちなみに、お釣りは出てきません。そのため、車内前方の両替機で、 両替をしておきましょう。50円、100円、500円、1000円札の両替ができます。交通系 IC カードやスマートフォンアプリを持っている場合は降りるときに運転席の隣にある機械にタッチしてください。路線バスは比較的安価で、 利用しやすい交通手段なので、バスの時刻表や乗車ルートを事前に確認しておくと便利ですよ。三つ目にご紹介する移動手段は、高速バスです。基本的な乗車方法は、路線バスとあまり変わりませんが、高速バスを利用する場合は、事前に予約が必要な場合があります。 予約が必要な場合はインターネットや電話で予約を行いましょう。一部の路線では当日券も販売されていますが予約が確実です。高速バスの出発場所は主にバスターミナルや駅周辺にあります。出発時刻に合わせてバス乗り場に集合し、バスに乗車します。 バスによっては座席指定や自由席の場合があります。バス内では携帯電話の使用や大きな声での会話は控えるようにしましょうね。皆さんは行きたい方向とは異なるバスに乗ったことはありませんかちなみに私はよく間違えるため、 バスに乗るのが苦手です。四つ目にご紹介する移動手段は、電車です。電車を利用するためには、まず、駅に行きましょう。駅に着いたら、券売機で切符を購入します。目的地や区間を確認し、券売機で運賃を支払います。 現金でもカードでも OK です。切符を購入したら改札を通ります。改札の機械に切符を入れるとゲートが開き進むことができます。その際に切符は戻ってくるので受け取ることを忘れないようにしましょうね。交通系 IC カードや スマートフォンアプリを持っている場合は、切符を購入しなくても良い場合があります。その場合は、改札を通るときに、機械にタッチするとゲートが開き、進めるようになります。改札を進んだら、ホームに移動します。ホームには、電車の発車時刻や行き先が案内されています。 大きな駅だとホームがたくさんあり日本人でも迷ってしまうことがよくあります。迷ったら駅員さんに教えてもらいましょう。ホームでは電車が来るまで列に並んで待ちましょう。電車が到着したらドアが開きます。まず降りる人が優先です。降りる人がいなくなってから 電車に乗るようにしましょう。電車内では携帯電話をマナーモードに設定し大きな声で喋らないようにしましょう。他の乗客に迷惑をかけないように配慮するのが日本の美しい文化の一つです。目的地に到着したら荷物を持って電車から降ります。駅構内には 出口や乗り換え案内がありますので、案内に従って移動します。日本の電車は、時間通りに運行されることが多く、とても便利です。また、日本の多くの人々が、通勤や通学に利用する交通手段の一つなので、平日の朝や夕方は、特に混雑することがあります。 ただし、電車に乗って移動することは、日本の文化を体験する上でも、おすすめの手段の一つです。5つ目にご紹介する移動手段は、新幹線です。新幹線の切符は、窓口や自動券売機でも購入できますが、インターネットで予約した方が確実です。 切符を購入したら切符に記載されている座席番号や車両番号を確認しましょう。そして、電車の時と同様に改札を通り新幹線のホームに移動します。ホームには新幹線の行き先や出発時刻が表示されています。ホームでは新幹線が到着するまで 列に並んで待ちましょう。新幹線が到着したらドアが開きます。まずは降りる人が優先です。降りる人がいなくなってから乗車します。乗車したら指定された車両と座席に向かいましょう。新幹線の車両は座席がゆったりとしており快適に移動できます。 また、車内では、いろいろな種類のお弁当が販売されており、各地域ごとの駅弁を楽しむことができます。ただし、車内では、携帯電話はマナーモードに設定し、大きな声で騒がないように、周囲の乗客に配慮しましょうね。目的地に到着したら、新幹線から降ります。 駅構内にある乗り換え案内や出口までの案内表示に従って進みましょう。新幹線は日本の主要都市を短時間で移動できる便利な交通手段です。事前に切符の購入や座席指定をしておくとスムーズで快適に移動できるのでおすすめです。 6つ目にご紹介する移動手段は飛行機です。飛行機を利用する場合は事前に航空券を予約します。インターネットや旅行代理店を通じて予約が可能です。空港に到着したら手荷物検査と搭乗手続きを行います。搭乗券やパスポートが必要です。 搭乗手続きが完了したら搭乗口まで移動します。搭乗口は案内表示で確認できます。搭乗が開始されたら飛行機に乗りましょう。指定された座席に座り安全ベルトを締めましょう。飛行機は基本的に時間通りに出発します。機内では 空の旅を楽しみつつ快適に過ごしましょう。目的地の空港に到着したら飛行機から降ります。到着ゲートから出口までの案内を確認し目的地へ移動します。荷物を預けている場合は受け取ることを忘れないようにしましょうね。飛行機は 遠距離移動に有効な手段ですが、空港の手続きや乗り継ぎなど、移動計画に余裕を持って行動することが重要です。皆さんは、飛行機が飛び上がる瞬間の、ふわっとする感覚は好きですか私は、結構好きです。七つ目にご紹介する移動手段は、 船です。船には定期船や観光船など様々な種類があります。利用目的や行き先に合わせて船を選びましょう。船の切符は窓口や自動券売機で購入できます。切符には乗船日時や座席番号が記載されています。乗船する際には 切符を提示し、乗船手続きを行います。乗船口や手続き場所は案内表示で確認しましょう。出発の時刻になったら指定された乗船口から船に乗ります。船内では景色を楽しみましょう。目的地に到着したら船から降ります。船から降りる場所や出口は、 案内表示で確認しましょう。船は観光や移動手段として利用できるほか、クルーズ船やフェリーなどもあります。船を利用する際は、事前にスケジュールや運賃を確認しておくと良いですね。八つ目にご紹介する移動手段は、レンタカーです。 レンタカーは日本の様々な地域で利用できる自動車レンタルサービスです。レンタカーを利用する際には事前に予約を行います。インターネットや電話で予約が可能です。そして予約したレンタカーの受け取り場所に移動します。空港や駅周辺など多くの場所で受け取りが可能です。 受け取り場所でレンタカーの手続きを行います。運転免許証やクレジットカードの提示が必要です。手続きが完了したらレンタカーを受け取ります。車両の点検や操作方法の確認を行いましょう。レンタカーを運転して目的地に移動します。日本の道路は、 左側通行ですので、覚えておいてくださいね。レンタカーを返却する際には、指定された返却場所に車両を戻します。燃料は、返却前に満タンにする必要がありますので、ご注意ください。レンタカーを利用する際は、運転免許証や保険の確認、 道路交通法の遵守などが必要です。安全運転を心がけ、楽しいドライブをお楽しみくださいね。最後にご紹介する移動手段は、シェアサイクルです。シェアサイクルとは、一定のエリア内に、複数配置されたポートにて、自転車を自由に貸し出し、 返却できる交通手段です。借りた場所に返却しなければならない、レンタサイクルとは異なり、借りた場所とは異なる場所に返却できるのが大きな特徴です。シェアサイクルを利用するためには、まず事前に、シェアサイクルサービスの公式アプリをスマートフォンにダウンロードします。 ダウンロードできたらアプリを開いて新規アカウントを登録します。登録には名前やクレジットカード情報が必要です。そしてアプリを開いて利用可能なシェアサイクルの自転車を探します。地図上に自転車の位置が表示されます。シェアサイクルの利用方法は サービスによって様々であり、ウェブサイトやアプリに表示されるパスワードを入力したり、自転車に搭載された QR コードをアプリで読み込むことで自転車の鍵が開き、利用を開始できます。また、交通系 IC カードを登録している場合、それらをタッチすることでレンタルできることもあります。 返却する際は利用しているサービスのポートに自転車を止め所定の方法で返却手続きをします。返却手続きの方法もサービスによって異なっており鍵をかけただけでは返却したことにならないことも多いので注意しましょう。また返却するポートは 返却できるエリアが決められている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。シェアサイクルは、街中の移動に便利です。自転車を借りて、観光地やショッピングエリアを自由に移動することができます。また、自然や公園へのアクセスにも便利です。徒歩では遠い場所でも、自転車を利用すれば、 気軽に行くことができます。さらに、シェアサイクルを使うと、環境にも優しいのでおすすめです。いかがでしたか皆さんが乗ったことのある乗り物や、乗ってみたい乗り物はありましたかぜひ、コメント欄で教えてくださいね。 今日のお話はこれで終わりです。グッドボタンとチャンネル登録をしていただけるともっと動画を作れるようになります。お友達にも紹介してもらえると嬉しいです。またこの動画の感想をコメント欄で教えてくださいね。今日は 日本での交通機関の利用方法についてお話ししていきましょう一つ目にご紹介する移動手段はタクシーですタクシーを利用するためにはまずはタクシーを見つけましょうタクシーは道路上のあらゆる場所を走行しており街中や観光地周辺など 交通量の多い場所で見つけることができます。また、空港や駅などではタクシーが待っている場所もあります。タクシーが空車である場合は、ルーフの明かりが点灯しているか、車の表示板に、空車という文字が見えます。空車のタクシーを見つけたら、手を挙げ、 止ままってもらいます運転手に行き先を伝えトランクに荷物を乗せてから乗車しますタクシーに乗る人数が1人か2人の場合は後部座席に乗ることが多いです3人の場合は助手席にも乗りましょうタクシーが動き始めたら運転手はタクシーメーターを起動し 料金の計算を始めます。料金は距離と時間に応じて変動し、深夜料金や高速道路利用料なども加算される場合があります。目的地に到着したら料金を支払いましょう。現金で支払うことが一般的でしたが、最近はクレジットカードや 交通系 IC カードでの支払いも可能となってきています。料金を支払った後はトランクから荷物を降ろしタクシーを降ります。忘れ物がないかを確認し運転手にお礼を伝えましょう。タクシーは日本の交通手段の一つとして移動がスムーズで便利な乗り物です。 ほとんどの場合は目的地のすぐ近くまで連れて行ってもらうことができます。ただし交通事情や混雑状況によってはタクシー代が高くなることもあるので注意が必要です。二つ目にご紹介する移動手段は路線バスです。まずは バス停を探しましょう。路線バスは市街地や観光地周辺などに設置されたバス停から乗車します。バス停にはバスの時刻表や行き先が記載されているので自分の目的地と合っているか確認しましょう。乗りたいバスの路線と時間を確認できたら バスの到着を待ちます。バスが到着したら、バスの正面上部や、側面に表示されている行き先を、もう一度確認しましょう。わからない場合は、近くにいる人や、バスの運転手さんに聞いてみてください。きっと丁寧に教えてくれるはずです。バスが到着し、ドアが開いたら、 バスに乗車します。基本的にバスの前方のドアは降りる人専用でバスの中央のドアが乗る人専用です。乗車したら乗り口で整理券という番号が記載された小さな紙を取りましょう。または交通系 IC カードや スマートフォンアプリを持っている場合は、乗り口にある機械にタッチしましょう。バスに乗車したら、目的地まで移動します。移動中の景色を楽しみましょう。そして、バス車内前方に、降りたいバス停が表示され、アナウンスが流れたら、車内に設置されている、降車ボタンを押しましょう。 止まりますとアナウンスが流れます。目的地にバスが到着したら、席を立ち、バス車内の前方へ進み、料金を支払います。現金で支払う場合は、整理券に記載されている番号と、バス車内前方のモニターの番号で、運賃を確認します。そして、 運転席の隣にある運賃箱に、ちょうどの金額を入れてください。ちなみに、お釣りは出てきません。そのため、車内前方の両替機で、両替をしておきましょう。50円、100円、500円、1000円札の両替ができます。交通系 IC カードや、 スマートフォンアプリを持っている場合は降りるときに運転席の隣にある機械にタッチしてください。路線バスは比較的安価で利用しやすい交通手段なのでバスの時刻表や乗車ルートを事前に確認しておくと便利ですよ。三つ目にご紹介する移動手段は 高速バスです。基本的な乗車方法は路線バスとあまり変わりませんが、高速バスを利用する場合は、事前に予約が必要な場合があります。予約が必要な場合は、インターネットや電話で予約を行いましょう。一部の路線では、当日券も販売されていますが、予約が確実です。 高速バスの出発場所は主にバスターミナルや駅周辺にあります。出発時刻に合わせてバス乗り場に集合し、バスに乗車します。バスによっては座席指定や自由席の場合があります。バス内では携帯電話の使用や大きな声での会話は控えるようにしましょうね。 皆さんは行きたい方向とは異なるバスに乗ったことはありませんかちなみに私はよく間違えるためバスに乗るのが苦手です。四つ目にご紹介する移動手段は電車です。電車を利用するためにはまず駅に行きましょう。駅に着いたら 券売機で切符を購入します。目的地や区間を確認し、券売機で運賃を支払います。現金でもカードでも OK です。切符を購入したら、改札を通ります。改札の機械に切符を入れると、ゲートが開き、進むことができます。その際に、切符は戻ってくるので、 受け取ることを忘れないようにしましょうね交通系 IC カードやスマートフォンアプリを持っている場合は切符を購入しなくてもよい場合がありますその場合は改札を通るときに機械にタッチするとゲートが開き進めるようになります改札を進んだらホームに移動します ホームには電車の発車時刻や行き先が案内されています。大きな駅だとホームがたくさんあり、日本人でも迷ってしまうことがよくあります。迷ったら駅員さんに教えてもらいましょう。ホームでは電車が来るまで列に並んで待ちましょう。電車が到着したら、 ドアが開きます。まず、降りる人が優先です。降りる人がいなくなってから、電車に乗るようにしましょう。電車内では、携帯電話をマナーモードに設定し、大きな声で喋らないようにしましょう。他の乗客に、迷惑をかけないように配慮するのが、日本の美しい文化の一つです。 目的地に到着したら荷物を持って電車から降ります。駅構内には出口や乗り換え案内がありますので案内に従って移動します。日本の電車は時間通りに運行されることが多くとても便利です。また日本の多くの人々が 通勤や通学に利用する交通手段の一つなので、平日の朝や夕方は特に混雑することがあります。ただし、電車に乗って移動することは日本の文化を体験する上でもおすすめの手段の一つです。五つ目にご紹介する移動手段は新幹線です。 新幹線の切符は窓口や自動券売機でも購入できますが、インターネットで予約した方が確実です。切符を購入したら、切符に記載されている座席番号や車両番号を確認しましょう。そして、電車の時と同様に、改札を通り、新幹線のホームに移動します。 ホームには新幹線の行き先や出発時刻が表示されています。ホームでは新幹線が到着するまで列に並んで待ちましょう。新幹線が到着したらドアが開きます。まずは降りる人が優先です。降りる人がいなくなってから乗車します。 乗車したら指定された車両と座席に向かいましょう。新幹線の車両は座席がゆったりとしており快適に移動できます。また、車内では色々な種類のお弁当が販売されており各地域ごとの駅弁を楽しむことができます。ただし、車内では 携帯電話はマナーモードに設定し大きな声で騒がないように周囲の乗客に配慮しましょうね。目的地に到着したら新幹線から降ります駅構内にある乗り換え案内や出口までの案内表示に従って進みましょう。新幹線は日本の主要都市を短時間で移動できる 便利な交通手段です。事前に切符の購入や座席指定をしておくとスムーズで快適に移動できるのでおすすめです。6つ目にご紹介する移動手段は飛行機です。飛行機を利用する場合は事前に航空券を予約しますインターネットや 旅行代理店を通じて予約が可能です。空港に到着したら手荷物検査と搭乗手続きを行います。搭乗券やパスポートが必要です。搭乗手続きが完了したら搭乗口まで移動します。搭乗口は案内表示で確認できます。搭乗が開始されたら 飛行機に乗りましょう。指定された座席に座り、安全ベルトを締めましょう。飛行機は基本的に時間通りに出発します。機内では空の旅を楽しみつつ快適に過ごしましょう。目的地の空港に到着したら飛行機から降ります。 到着ゲートから出口までの案内を確認し、目的地へ移動します。荷物を預けている場合は、受け取ることを忘れないようにしましょうね。飛行機は遠距離移動に有効な手段ですが、空港の手続きや乗り継ぎなど、移動計画に余裕を持って行動することが重要です。 皆さんは飛行機が飛び上がる瞬間のふわっとする感覚は好きですか私は結構好きです7つ目にご紹介する移動手段は船です船には定期船や観光船などさまざまな種類があります利用目的や行き先に合わせて 船を選びましょう。船の切符は窓口や自動券売機で購入できます。切符には乗船日時や座席番号が記載されています。乗船する際には切符を提示し乗船手続きを行います。乗船口や手続き場所は案内表示で確認しましょう。 出発の時刻になったら指定された乗船口から船に乗ります。船内では景色を楽しみましょう。目的地に到着したら船から降ります。船から降りる場所や出口は案内表示で確認しましょう。船は観光や移動手段として利用できるほか、クルーズ船やフェリーなどもあります。 船を利用する際は事前にスケジュールや運賃を確認しておくと良いですね。八つ目にご紹介する移動手段はレンタカーです。レンタカーは日本の様々な地域で利用できる自動車レンタルサービスです。レンタカーを利用する際には 事前に予約を行います。インターネットや電話で予約が可能です。そして予約したレンタカーの受け取り場所に移動します。空港や駅周辺など多くの場所で受け取りが可能です。受け取り場所でレンタカーの手続きを行います。運転免許証や クレジットカードの提示が必要です。手続きが完了したらレンタカーを受け取ります。車両の点検や操作方法の確認を行いましょう。レンタカーを運転して目的地に移動します。日本の道路は左側通行ですので覚えておいてくださいね。 レンタカーを返却する際には指定された返却場所に車両を戻します。燃料は返却前に満タンにする必要がありますのでご注意ください。レンタカーを利用する際は運転免許証や保険の確認、道路交通法の遵守などが必要です。安全運転を心がけ、 楽しいドライブをお楽しみくださいね。最後にご紹介する移動手段はシェアサイクルです。シェアサイクルとは一定のエリア内に複数配置されたポートにて自転車を自由に貸し出し返却できる交通手段です。借りた場所に返却しなければならない レンタサイクルとは異なり、借りた場所とは異なる場所に返却できるのが大きな特徴です。シェアサイクルを利用するためには、まず事前に、シェアサイクルサービスの公式アプリをスマートフォンにダウンロードします。ダウンロードできたら、アプリを開いて、新規アカウントを登録します。登録には、 名前やクレジットカード情報が必要です。そしてアプリを開いて利用可能なシェアサイクルの自転車を探します。地図上に自転車の位置が表示されます。シェアサイクルの利用方法はサービスによって様々であり、ウェブサイトやアプリに表示されるパスワードを入力したり、 自転車に搭載された QR コードをアプリで読み込むことで自転車の鍵が開き利用を開始できます。また交通系 IC カードを登録している場合それらをタッチすることでレンタルできることもあります。返却する際は利用しているサービスのポートに自転車を止め 所定の方法で返却手続きをします。返却手続きの方法もサービスによって異なっており、鍵をかけただけでは返却したことにならないことも多いので注意しましょう。また、返却するポートは返却できるエリアが決められている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。 シェアサイクルは街中の移動に便利です。自転車を借りて観光地やショッピングエリアを自由に移動することができます。また自然や公園へのアクセスにも便利です。徒歩では遠い場所でも自転車を利用すれば気軽に行くことができます。さらにシェアサイクルを使うと 環境にも優しいのでおすすめです。いかがでしたか皆さんが乗ったことのある乗り物や乗ってみたい乗り物はありましたかぜひコメント欄で教えてくださいね。今日のお話はこれで終わりです。本日もありがとうございました。 また次の動画でお会いしましょう。